青学専門塾は逆転合格に徹底的にこだわっています。どんな状態からでもマーチ以上の大学に合格することが可能なので、興味のある方は下記の概要欄からチェックしてみてください。それでは動画に行きましょう。立教大学経済学部4年坂本照隆です。立教大学だからこそできたと感じる経験ですね。教えてください、はい、TED Talksに登壇できたことです。TED Talksって何ですか？TED Talksっていうのは、なんか価値あるアイデアをいろんな全世界の人に広めていくっていう団体で、そこが主催しているプレゼンテーションの場みたいなものです。実際出られて、なんか何をお話しされたんですか？僕、結構ゴリゴリの体育会系のテニス部なんですけど、そのテニスの経験から成功の鍵は自信ではなく無心であるっていうのを話しました。立教大学でこういった経験をしたからこそ TED Talksに生かせたよというものがあったら教えてください。立教大学は結構ディスカッション系の授業が多くて、1年生の時だったら英語でプレゼンテーションの授業だったり、英語でディスカッションする授業とかあって、初めての人とこう会話をして、で自分の伝えたいことをこう的確に端的にどう伝えればいいかっていうのを学んでたっていう経験が TED Talksで生かせたかなっていうのはあります。他に立教大学だからこそできた経験、これ教えてください、はい、立教大学ってみんなもうめちゃめちゃおしゃれな人しかいなくて、大学入ったら別にスポーツウェアとかで入れないし、じゃあなんか私服とかもおしゃれに揃えてみたいなところで、結構見た目にめちゃめちゃ気をつけるようになりましたね。青学とか慶応もおしゃれなイメージがある。立教大学ならでは そのおしゃれって、青学慶応は僕の個人的なイメージですけど、おしゃれの中でも服の面積少なめみたいなが多かったり、結構派手な服が多いかなって印象ですけど、立教大学はどっちかというと紳士的な服装が多かったり、女性もやっぱり結構落ち着いたファッションでも一点めちゃめちゃおしゃれなアイテムをチョイスしてるみたいな感じがありますね。他の大学と違うところですかね。立教大学に入ってよかったなって思った経験、体験、エピソード一つ教えてください。立教大学を卒業してからも多分死ぬまでずっと尊敬し続けて、なんかずっとこの人のようになりたいって思える人に出会えたことです。ちなみにその人はどういう人ですか？立教に入って出会った人なんですけど、普段はまあかなり厳格な方で、ちょっと粗相するとめちゃくちゃ怒られるような方なんですけど、何者でもない僕に対してすごい親切に、何でもいろんなことを僕が聞いたこと全部教えてくれて、この後もなんかいろいろご飯に誘ってくれたりだとか、すごい面倒を見てくれるっていうところで、将来この人ずっとついていきたいなっていう人に出会えたのはすごい僕の経験としてすごい良かったです。立教大学に入ったらこれは絶対にやるべきっていうことを一つ教えてください。ランチ代を惜しむな。ランチ代を惜しむなとは？立教大学の食堂ってめちゃめちゃおしゃれで世間的にも有名な感じなんですけど、結構そうなるとみんな学校の中の食堂で完結しがちなんですけど、一歩外に出ると池袋っていう好立地でおしゃれなランチをめちゃめちゃ食べれるんですよ。そういうところって結構値段が高いんですけど、せっかく大学立教に入って4年間過ごすんだったら、そういったおしゃれなとこでランチして、インスタ映えもした方が絶対いい経験になると思うので、ぜひ皆さんやってください。立教大学を目指して受験勉強頑張っている受験生に向けて応援メッセージをお願いします。立教大学に入れば絶対に間違いないなって僕はもう経験上そう思っているので、受験勉強を死ぬ気で頑張ってもらって、ぜひ立教に入ってくれることを願ってます。ノギファーチャンネル登録よろしくお願いします。みんな絶対立教に入れ。